こんにちは、フィーフィーです。アメリカが中国企業に対する制裁を強化する中で、日本政府もようやくアメリカに足並みを揃えて動き出しました。アメリカのバイデン大統領が今月9日、アメリカの安全保障やアメリカ経済を脅かすという理由から、中国企業への株式投資禁止の措置を1年間延長すると発表しました。 株式投資禁止の対象になっている中国企業は通信機器大手のファーウェイや監視カメラ大手のハイクビジョンなど50を超える企業です。これはアメリカ人やまたアメリカの企業がこれらの対象になっている中国企業の株式を買うことを禁止するものなんですがこれが今回来年の11月まで1年間延長されることになったんですね。 えちなみにこの禁止措置は去年の11月にトランプ大統領が大統領令に署名して行われたものです。え例えばファーベイやハイクビジョンなどこうした中国企業の危機器から情報が抜き取られて中国共産党に渡ったりまたこうした企業が中国軍のスパイ活動を支援しているという判断をされたことからアメリカ政府が行った措置なんですね。 で、今年6月にバイデン大統領がさらにはこの対象リストに人権侵害を助長するような監視技術に関わる中国企業を新たに追加もしたんです。まあ、つまりトランプ政権の時よりバイデン政権が中国企業に対する措置を強化したということなんですね。えさてそこで心配なのは 日本政府は中国企業に対してこうした国家安全保障の観点からどう対応しているのかということですよね。岸田政権では新たに経済活動と安全保障を合わせて日本を守る経済安全保障担当大臣というポストが新設されました。これは間違いなく中国を意識して作られたんですね。 アメリカが同盟国とともに対中戦略を推し進めていく中で日本も中国に対する国家安全保障に対する危機意識を高めていこうということなんです。というのも先月にもこんなことが発覚したんですね。 中国に進出したある日本の製造メーカーが、これ中国の企業との合弁なんですけれども、その合弁企業の中で、中国軍の民兵なんかの訓練や政治思想の教育が行われていたということが発覚したんです。この合弁企業は、日本側と中国側が50%ずつ出資して、20年も前に設立されたんですね。ただ問題は、 中国側の企業のしていることは、この日本側の企業が管理が届かないという、そういうことなんです。だから民兵を育成していたなんてことも、日本側の企業は知らなかったそうなんです。えつまり、知らず知らずに日本企業が中国軍の活動に加担してしまっていたということなんですね。あと問題はそれだけではありません。 中国に進出している日本企業やあと日本の技術者を通して技術が中国側に流出しているという問題があるんです。 で、例えばこんなこともある。日本企業が中国で合弁企業を設立して活動する場合、その合弁企業の中に共産党員が3人以上いる場合は、企業の中に中国共産党の組織を作らなければいけないというルールがあるんですね。まあ、つまり中国共産党に情報が漏れやすい状況になっているんです。 まあこうしてみると日本企業が中国に進出することは稼ぐためとはいえリスクが大きいんですね。しかも最近中国は政府による企業への締め付けとあとアメリカによる経済制裁とあとコロナの再拡大とまた度重なる洪水などで急激に中国経済が衰退に向かっているんです。 また不動産バブルがはじけたことで今後どこまで中国の金融市場が混乱するのかまあ心配な要素ばっかりなんですねえ岸田総理は総理に就任した直後の演説でこのように語っていますえ日本を取り巻く安全保障の環境が一層厳しさを増す中領土領海領空そして国民の生命と財産を断固として守り抜く そのために防衛力を強化し、経済安全保障など新しい時代の課題に取り組んでいくと。昨年には日本で仙人計画というのが問題になりましたよね。これ中国が海外から優秀な研究者を集めるプロジェクトで、ここに日本の学者や研究者が多く引き抜かれていることが問題視されたんです。 日本政府は今後こうした研究者、これは日本の資金を受けてこれまで研究してきた人に対してなんですけれども、こうした日本の研究者が海外で活動する際は、その内容を開示するように義務付けました。また、日本の大学と提携して中国政府が日本の大学内に置いている孔子学院についても、ようやく政府内からちらほら問題視する声が上がっています。 というのもこの孔子学院というのは世界中に中国政府が作っているまあ語学学校だったりするまあ文化センターみたいなものなんですけれども中国共産党のプロパガンダに利用されているとかあとはスパイ養成所になっていると欧米では問題になっていて次々と閉鎖されているんですね日本政府も孔子学院の扱いを今後どうすべきか考える必要があるでしょう というか、こうした問題は日本にスパイ防止法を制定することで大体の課題はクリアできるんですよね。多くの国に当たり前に設けられているこのスパイ防止法が日本にないことが異常なんです。 で、岸田政権下で新たに作られた経済安全保障担当大臣の役割なんですけれども、まあ、こうした日本の国の機密情報や日本の技術、あとは個人情報が中国に流出しないための対策を強化するだけではありません。えもう一つ大事な役割があるんですねえ。経済の安定と国民の生活の安定を確保することなんですね。 コロナで分かったことは日本が医療や衛生に関するものをほとんど中国から輸入していたということこれは大きな問題なんですそして今は世界的に半導体不足ですが これも日本の製造業に大きく影響します。で、日本政府は経済の安全保障の観点から、また日本国内での半導体の安定供給という点から、半導体の製造を日本国内でやろうじゃないかということで動き出したんです。 最近、世界最大手の台湾の半導体製造メーカーの TSMC を熊本県に誘致して日本企業とともに工場を建設することを正式に発表したんですね。まあ、これも今後中国をめぐる情勢の中で中国の脅威にさらされている台湾に半導体の製造拠点を依存することは経済の安全保障上危険ということなんでしょう。 また日本と友好国である台湾の経済を助ける目的もあるんですね、まあ、いずれにしろこうしてお話ししてきたように日本政府は今中国に対する日本の経済の安全保障を守るために動き出しています今後どこまでこれらの対策を強化していくのか岸田政権に期待したいと思います さてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします